久保さん悩みですね。悩みの悩む。悩みっていう感じですか。あの、すごくビジネスってシンプルで、悩みを聞いて悩みを解決するっていう。それがまあ基本原則かなっていう。もちろん、今までなかった需要を掘り起こす、もしくは欲しくさせる、新しい需要を作るとかね。まあそういうのもあるんだけども、基本的に、基本的な概念としては、 悩みを解決する。それがまあビジネスのあれですね。例えば、r ライザップとかね。ダイエットをしたいんだけど、なかなかダイエットできない。じゃあ、このライザップのプログラムがありますよ。とかね。じゃあ、例えば、ニキビがすごい。じゃあ、ニキビを治すプロアクティブです。とかね。プロアクティブみたいな。とか、なんだ。うん、忙しいあなたに、青汁みたいなね。とか。健康に。忙しくてもこれいっぱいで。とか。 あとグルコサミン膝が痛い膝の悩みはこのグルコサミンでとかね口臭、えー、が気になるあなたへこちらみたいなとかね <laughs> その悩みに対しての商品コンテンツなわけですよだからそれが物販なのかそれとも情報なのかって話ですね例えばニキビの話で言うならば例えばプロアクティブというその洗顔料を売る 洗顔料がいいいですすよっていう風なものものありますただしそれを使わなかったとしても今やっている洗顔をたった3つのねえ洗顔のやり方今の洗顔を3つやり方を変えるだけでニキビが改善されますその洗顔方法を今からお伝えしますね誰でもできますとでこの3つを改善する洗顔のやり方をねこの3つ改善するだけで誰でもね あのニキビを改善することができますみたいなもしそういうのがもし自分でやってることでねそういうのがあるんだったらそれも情報としてためになるじゃないですかあ聞いてみようかなってなりますよね別にプロアクティブの商品を作れなかったとしてもその情報でね価値を届けることはできるわけですよ、うん、だからまあ基本的にそのビジネスをやっていくんだよあるならば物販でも情報でもそうなんだけど 悩みを聞いて悩みに対してぶつけていく悩みを聞いて悩みに対してぶつけていくもうこれがもう基本でありこの基本を徹底的にやってればこれだけで稼げますマジで悩みを聞いてその悩みをぶつける悩みを聞いて悩みの解決ぶつけるこれをやってるだけで信頼もつくし有料の商品も売れるしうんもうこれだけで十分なんですよぶっちゃけ 他にもいろんなマーケティングショいろんなテクニックはあるんだけども、ぶっちゃけ悩み聞いて、い悩みぶつけるこれだけで稼げますから。まあ、あとはやるかやらないか、あなた次第ですね。いってらっしゃい。